お時間の方が迫ってきたので、えー、それではこれよりマスコミ向けのフォトセッションに移らせていただきたいと思います。

おめでとうでせーのおめでとうおめでとうはい広瀬さんお,お誕生日おめでとうございますケーキ<れ>サカキさんもいるんです、ね、いやすごい嬉しいですこの作品の思い出がまた一つ増えて幸せですありがとうございます皆さんわざわざ ね、今回あの作品の中でも初の OL 役ちょっと大人な女性を演じられてましたけれども最近ご自身であ大人になったなって思うことって何かあったりしますかえ何、ー、かでもちょくちょく多いんですけど大人になったなというかちょっとずつこう変化が見えるのはなんか生活してる中ですごいあって今までは。 お腹いっぱいが苦しかったんですけど腹八分目という言葉がある意味が分かるようになったりとかちょっとなんかこう朝活っていうんですかね朝なんとなく走ってみようと思ったりとかしてマネージャーさんたちと走ったりとかしてなんかそれがすごい気持ちいいって思いもうちょっと今までは寝たいとかあったんですけどなんかどん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 健康志向に <laughs> なってます。 あの、まあ、もうすぐ25歳になられるということですけれども、はい、1>, 1年でこの1その先の1年で挑戦してみたいことって何かありますか <laughs> でも本当に、あのーまあ、今回 OL 役だったけど OL の,その仕事のシーンがないんですよね。働く女性はなんかすごく今までたくさん演じてきたっていうよりかは。 少ない方なのでなんかこの、ね、年齢になったからこそ演じれるもの10代の時にしかきっと演じれなかったものもすごく多かったのでまた25歳20代半ばでしか演じれない役どころをやってみたいなっていうのはなんかき今までにこうない経験なのですごく楽しみにしていますね。 お兄さんやトーマさんにちょっと年上ということで、まあ、1十代のうちにやっといた方がいいよみたいなことがあったらお二人からお兄さんとトーマさんにえ10代のうちにやっといた方がいいことなんだろうでも恋じゃないですか <laughs> ほらなんかすごい <laughs> いや恋じゃないやっぱり 言った後に照れないいでくださやっぱりだって10代の頃のね恋愛とさ20代とまた30代の恋愛ですごい変わってくるからあんまり10代の時になんか恋愛をしなかったんですよ高校の時にまあ男子校じゃないですけどだったので今になってすっごいうらやましいなと思うんですよねそういう学校での恋愛みたいな。 あピンときてないですか。<laughs> ピンときて。いや大事です大事ですけどね。どうどうなんでしょうね。ね恋愛感、恋愛感の識別にしなくていいですよ。まあ、<laughs> すみません。まあしようと思ってできるものでもなかったりもしますからね。まあまあそうですね。うん、ここから先何があるかというのは確かに。はい、あ。広瀬さんは何かお二人にありますか。なんだろう。でも私十代の時にそれこそこういうなんていうんだろう。ちょっと 恋心描いてたり、友情ものを描いてたり、同世代とやる作品の人たちと今もすごく仲が良くて、なんか飾らずに入れた自分を全部してくれてる、そしてお仕事も理解してくれて、何でも話せるみたいな同世代の仲間たちというんですかね、は、なんか今、 でやってこう皆さんと仲良くさせていただいたりするのとまたちょっと違う距離感でなんかすごい貴重だなって思う瞬間が今助けられてる瞬間がたくさんあるのでねきっとまた大人になってもうちょっと年齢重ねてから共演した時に「あなんだこの安心感」とか自分分かってくれてる人が現場に一人でもいることが救いになったりする瞬間ってたくさんあると思うのでなんか。 しといた方がいいことじゃないか。もうしたのか共演。<laughs> まあ仲良くしてください <laughs>、はい。<laughs> なんかそこでできた友達はきっとそう大切に今後多分たくさん救いになるだろうなっていう経験上そう思います。はい。お、は、二、い、<laughs> 人にアドバイスをいただきましたが、広瀬さん改めて一足早いですがおめでとうございます。ありがとうございます。